はい、皆さんこんにちは、マリオッチです。ではね、今からゲストを呼びたいと思います。今日は一宮で活動しているチコさんです。チコさん、どうぞ。はい、チコさんチコです。あ、チコさん元気？元気、元気です。よろしくお願いします。なんかポーズ決めてオッケー。チコさんは、主にその活動場所はどちらですか？活動しているのは愛知県内。愛知県内で活動しています。愛知県内ですね。で、まあ、主に持ってるレッスン、どんなレッスンやってるんですか？サルセーションと、あとズンバとピラティスとヨガとエアロビクスと、あと子供とママのクラスを今結構やってますやってます。はい、すごいいっぱいやってますね。どうしてインストラクターになろうと思ったんですか？インストラクターになりたいっていうきっかけは、すごく素敵な先生方がいっぱいいて、その先生方にすごく憧れて、それでインストラクターになりたいなと思いました。その時、すごいですね。憧れの先生がいたってことは、彼女みたいになりたかった。そう、なりたかった。彼女か彼かわかんないけど、でもその人みたいになりたかった。彼女。すごいな、だからね。いや、だってね。あーっていうね。あと、レッスンやってる時に、どんなこと思いますか？それは何を考えてますか？レッスンやってる時に。レッスンしてる時に考えてますか？とにかくみんなを楽しませたいって気持ち。あと自分も一緒に楽しいんですけど、でもみんながすごくみんなの笑顔が見たい。いいね。これみんなチコさん見るとここら辺にオーラがピカ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 って出てますね。ここもね、まあね、チコ先生にもお世話になりました。例えば一緒にイベント参加したりね、一緒にね、トークのイベントしに行ったりとか、お手伝いとしてプロップもあったりとか、ね、いろいろ、ね、貴重な体験をしていただいております。私もありがとうございます。いつもマリオ先生にはいつもお世話になってます。お世話になってます。まあ、マリオ先生って言ってたんだけど、マリオッチね、マリオッチね、マリオッチ、マリオッチ。はい、ではね、チコ先生、皆さんにね、何かメッセージやアドバイスはございますでしょうか？はい、これからも皆さんと一緒に楽しんで、一緒に歩んでいきたい、一緒に行きたい。よろしくお願いします。またね、皆さんね、顔をね、見るのすごく楽しみしてるので、ぜひまたレッスンに来てください。お待ちしてます。まだまだ終わっちゃダメだよ。まだ終わっちゃダメだよ。まだ、そうですね、チコさん。チコ先生は、ね、結構愛知県でも活動されていて、よかったらね、この時代に送るね、Facebook や Instagram のね、ところから入ってフォローしてあげてください。すごい楽しいですよ。ありがとうございます。あと、今度一緒にイベントしますので、皆さんもぜひぜひぜひ来てください。